写真、ビデオ、何でも撮ってください。何でもはもう OK でございますんで言うときますよ。今日はセレッソ戦ナイターですよ。ついにセレッソ大阪戦に向かいまして、我が京都さんがついにホーム初勝利を今日迎えましょう。初勝利を迎えましょう。もう一度言うよ、京都さんが今日初勝利、ホーム迎えましょう。ピンクのセレッソファンさん、鼻で笑うのやめてくれない。まだホームで勝ってね、いいじゃないか。まだまだこれからなんですよ、セレッソファン。いいですか、京都さんがファンの皆さん、まだまだ一周もしてませんよ。そうでしょ、まだセレッソとは今季初ね、まだまだやってないチームありますよ。これから梅雨が来て、夏が来て、秋が来て、我々さんがこんな位置でいいんですか。どうだこのセレッソファン、この頼りない拍手。みんな奥ゆかしいんですよ。これが京都さんが奥ゆかしいんですよ。だいたいこういうねイベントには紫が一色になるんですよ。こんなピンクが押し寄せてくるのは思いません。いや嬉しいです。こんなピンクが押し寄せてくるとは思いませんでしたけども、ただ言うときますよ、セレッソファンの皆さん、オタク調べました。サンガ VS セレッソ、去年2023年度見たら1勝1敗ですわ、サンガと。一昨年に比べてみましたら1分け1分け、引き分け引き分け、イーブンです。 J1 に上がってセレッソ大阪と京都サンガイーブンでございます。今日勝負しましょうよ。セレッソさん、今日勝負しましょうよ。うちは目覚めました。先週の名古屋で目覚めました。それまでは眠ってました。札幌、広島、サンフレッチェ広島、知ってますか。さんセレッソの皆さん、この前サンフレッチェ広島とここでやりましたよ。0対5。0対5、何がおかしいんですか。おかしくないですよ。我々京都さんがはかつて柏でやりました、柏戦1対13経験してるんですよ。それに比べたら0対5なんて手みたいじゃないですか。蚊に刺されたみたいなもんじゃない。1対13経験したんですよ。それもJ2 のプレーオフがかかった一番大切な試合。1対13記録ですよ。おい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 、サンガ、サンガファンの皆さんびっくりすることないですよ。まだまだうちは希望ありますよ。5連敗中、引き分け挟んで5連敗中、セレッソファンの皆さん、なめてもうたら困りますよ。5連敗が何なんですか、京都サンガのファン、サポーターの皆さん。我々は1996年 J1 に上がった時17連敗してるんですよ。聞いたことありますか、セレッソファンの皆さん、17連敗って聞いたことありますか。1対13聞いたことないですよ。ただ言うときますよ、関西のチームで一番にタイトルを取ったのは天皇杯2002年のうちなんですよ。セレッソさん、うちですよ、取ったのは。その後 J リーグガンバ大阪優勝、ヴィッセル神戸もこの前勝ちましたよ。セレッソさん、 J リーグはどうなんですか。優勝あるんですか。ないでしょう。うちは天皇杯取ってます。どっちも取っとるわ。うちは天皇杯取りましたが、今年天皇杯 J3 長野に負けました。ただ J3 長野に負けたけど、さあセレッソファン知らんと思うけども、ここでプレーオフ2月やったんぞ、長野と6対1でうち勝ってるんですよ。知らんでしょ。僕見に来てるんですよ。5連敗中にセレッソさん今日鼻で笑ってるってたでしょ。参院選嵐山でちょっと遊んできたでしょ。何やったら帰り、あの保津峡から船乗って帰ろう思てるぐらいでしょ。観光気分でしょ。大いに間違いですよ。今日はうち勝ちますからね。はっきり言いますよ、調子いいんですよ、豊川が。もともとどこのチームですか。もともと豊川どこのチームですか。そうですよ。ありがとうございます。セレッソさんがありがとうございます。ありがとうございます、まあ、そういう意味で、あのうち もう5連敗してますけども、皆さんセレッソファンは知らないと思います。5連敗5連敗して今日は本当に勝てると思ってきたかも分かりませんが、違うんです。サンガ5連敗ちゃいますよ。その間に
立命館とレイラック滋賀に勝ってるんですか。立命館大学のサッカー部と JFL のレイラック滋賀にはうちは勝ってるんですよ。得点言いましょうか。2対1ギリギリです。ギリギリです。いいんです、ギリギリでいいんですよ。また立命館から連絡からうちまたもらわなきませんから、もらわなきまた言うときますよ。このままうちは終わりません。さあサンガファンの皆さん、サンガサポーターの皆さん、今日こそチーム我々サポーター一つになって応援しましょうよ。そしてセレッソの皆さん、ファンの皆さん、同じ今日はいい戦いしましょうよ。お帰るとき、戦いやったなっていう戦いしましょう。僕は忘れません。僕は20年間、ここのこけら落とし、亀岡のこけら落としですよ。京都サンガ VS セレッソ大阪、おめでとうございます。こけら落とし、こんな素敵なサッカー場がいろいろ常用とかいろいろ揉めたけどここでできたんだ。いいでしょ。さあのセレッソのファンの皆さん、こんな競技場、駅前ですよ。駅前走ったら1分で着くんですよ。行きましたか、鹿島とか。20分ぐらいかかりますよ。ガンバも歩かしますよ。ヴィッセルも中途半端に歩かせますよ。ここ見てください、あーっていう。そのこけら落としでセレッソさん、手加減せえへんな。2対3負けまして、勝たせてくれる思うやん。一切の忖度なし、それでいいんですよ。セレッソさん、でもあんた嬉しかったです。京都参加のサポーター覚えてますか。あの時こけら落としの時に我々が負けました。2対3でプレシーズンマッチ負けましたけども、あの時参加のサポーター、参加のチームに対してセレッソ大阪のサポーターさんはどんな横断幕を出したか僕は忘れませんよ。来年 J1 でお会いしましょう。忘れませんよ。サンガのサポーターの皆さん、セレッソのサポーターの皆さん、ありがとうございました。あれは本当に嬉しかったです。その1年目はダメでしたが、その2年目、うちは監督が変わって超監督で J1 に上がりましたよ。で、今日こうやって戦えるってことは本当に幸せなことです。